では、レナとケイチ、僕がいいと言うまでそのままなのですよ。おう、わかったぜ。ねえ、ケイチくん。ん？さっきは、その、ありがとう。仲間を見捨てるもんかよ。あの時、ケイチくんが言ってくれた言葉、嬉しかったかな。俺がお前を助けてやる！あの言葉、ちゃんと聞こえてたよ。別に、特別な意味で言ったわけじゃねえぞ。うん、レナなんかにしがみつかれたら迷惑だもんね。レナが嫌いだから言ってるんじゃねえよ。あの恋するレナの気持ちは、レナが本当に好きになった人に向けられるべきで、こんな力で俺なんかに向けられるべきじゃない。そうだね。でもね、さっきみーちゃんたちがレナのことを相手に合わせられるのはすごいって言ってたけど、ああ、それって普通じゃないかな。誰だって好きな人ができたらその人に気に入られようと努力するよ。レナだけの特別な力じゃないよ。そういうもんかね。そうだよ、はあ、ダメ、キイチ君、ふわらずの勾玉の力また込み上げてきた。まずいな、とにかくお祈りに集中しろ。そうだね、ケイチ君。これ勾玉の力なのかもしれないけど、あのね、竜宮レナはケイチ君のこと大好きだよ。もうすぐ消えちゃう力なら今それだけ伝えたいから。バカ、勾玉の力に屈するなよ。本気にするだろう。そうだね、勾玉の力早く溶けちゃうといいね。はぁぁぁぁ、レナがケイチに告白しちゃいましたのです。はぁぁぁ。ええ、聞こえたわ。なぜかムカムカして腹立たしいわ。ミオンとサトコには聞こえなくて幸いだったのです。まあ、これで一件落着なのです。本当に人騒がせなんだから。昨日僕と約束したじゃないか。ほら、レナちゃんのサイズでちゃんとナース服を用意したんだ。さあ、僕と二人きりのプライベート撮影会だよ。ちょっと話しなさいよ、ジローさん。レナちゃんはね、汚らわしいオスザルになんて興味ないんだから。レナちゃん、そうそう、今日から私のことはお姉さまって呼んでいいんだからね。ほらほら、ダメよ、体が曲がっていくよ。あれは勾玉の力ではないので、もう僕にはどうしようもないのです。けじめを取るため今日は3食キムチとわさびとマスタードのパフェを食べまくるのです。